おはようございます。おはようございます。なんか変なもん被ってますけど、今日はね今日は何しよう。なんとこれを買いに来ましたよ頭に乗っかってるものをこれ買いに来ましたよ。買っちゃったんですか。買っちゃってましたね。僕は初めてね、新車を買うという。これ今どこに行ってるんですか。ここはリラーです。リラーです。これをね買ったわけです。リラーです。では行きましょう。クオカードを渡しできるので、あ、そうなんですね。3000円分入ってます。そしたら、受け取りサインに必要なので、住所いらないです。はい、今日関車で行きます。あ、関車で、はい、関車で行きます。乗せ替えます。そうですね、はい、じゃあ一応内容の書類が終わりなので、次に車の確認に行きます。はい、こんなちって新車の確認で下覗き込むやつがいいっすよね。なかなか、ね、OK ですか。はい、はい、じゃあ終わったら積み込んでもらうような形で、先に一回納車確認書だけ書いてもらって、最後になりますが納車確認書を確認いただきます。はい、新車です。ついに新車を買ってしまいました。スイートスポーツ。はい、これはね、あの若者の間で人気なんですよもう何がいいってコスパがいいと思います。200万以下でほぼ性能、あのエンジンはダウンサイジングターボで、あのもともと 1600cc の NA だったという人がフルモデルチェンジで 1.4 リッターターボになったんですけど、排気量はちっちゃくなったけどパワーとトルクは上がってるんですよ、で長らくシビックが 1600cc クラスの最強の車、めっちゃ速い車としてずっといたんですけど、ついにそれを超える車が現れました。じゃあこれを使って今後は、じゃあそうですね、シビックを持ってます自分の持ってるシビックを。しかも値段も200万以下で、最近の車どんどん高くなってきてますけど、このシビックを超える性能でシビックと同じぐらいの値段で買える車が現代にあるんですよ、EG6 とかね、そうですね、DC2 とかのぐらいの値段で同じような性能が手に入る、はい、そんな車はもうこれしかない、で現代で今の時代に買えるっていうね。なぜこのタイミングで買ったかという、今後後期とかでハイブリッドとか EV 化がどんどん車進んでいくんですけど、これはまず純ガソリン車なんですね、はい、ここから先フルモデルチェンジしていくと、もうハイブリッドじゃないと売れないとか EV じゃないと売れないっていう風になっていくんで、もう最後のガソリン車だと思ったんで、このタイミングで買うことにしました。車重はどれぐらいなんですか。車重は車検証上で970キロ。軽いですね。シビックより軽いよ。軽い純正で。軽いです。今メーターは何キロなんですか。上げてみますか。新車ですか、これ。新車ですね。まずガチ新車。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。ガチの新車。どうですか。これこの辺の全部カバーもね、ついてるんで。どうぞ。水筒おじさんが。水筒おじさん。すごい。ほら、新車。新車なんですね。あ、ナビ。ナビついてない。ナビは。壁お金が、うん、これあの壁がちゃんとついてます、クラッチスタートライです。これ、23V と一緒ですね、23V から変わんないですね。走行距離が 3.9 キロ。なんて 3.9 キロ。してないですね。すごいね。フロアマットも全部なしで、何もつけてない。フラマットついてないです。何もつけてない。フラマットオプションなんです。オプションなしね。いや、オプションは何もなしです。オプションすべてなし。レーダーもなし。レーダーなし、自動ブレーキなし。もうなんか走るためだけに生まれてきた。そうだね。唯一つけたオプション知りたい。知りたいです。知りたい。唯一つけたのが、ワーファイザーです。これは必要。
これはやっぱね、雪とか行くときに、はいはい、ちょっと中が曇ったときに窓開けたいとか、はいはい、雨の日曇ったときに窓開けるために必要だと思って、はい、これ倍上、1万4000円ぐらい。ああ、はい、これが唯一、これがこれだけは外せなかった。ああ、唯一つけた、はい、オプション。オプション全部ないけど、あとはいらない。あとはいらないETC すらついてる。あ、ETC すらついてる、うん、ETC はついた方がいいですよね、絶対に。やっとね、エアコンが結構車が手に入りましたよ。ついについにクソみたいなアルトの中、うん、今年の夏が乗り切れるね、この車で。ああ、内装もまだついてるね。あ、ついてますね、一応ついてるね、内装。これを今後じゃあ全部剥がし方をまた調べつつやってみます、うんうん、こういうの僕 LED 好きなんで、ね、LED に変えようかなと思います。すぐ LED に変えちゃいますね。やっぱ全てが綺麗だからね。そうだね、多分サビもないよ。はい、そりゃそうっすよ、そそうっすよ。ダンパーもちゃんとね。あ、ダンパー生きてるね。ダンパーが生きてる車ってなかなかないですから。うまいな。インテグラとかすぐ死にますから。インテグラも新車の時は多分生きてる。シートベルトもついてるし、シートベルトはオプションじゃない、オプションじゃないですね。シートベルトは純正なんですよ。純正、ちゃんとついてるんですね。へぇ、最初から2名乗車じゃないんですかこれ。そうね、そういうグレード作ってほしい。確かに確かに。でもどうせ あんまり純正シートのこういうのとか変えちゃうから、競技用グレードで内装とか簡素にして、うん、なんならエアコンもなしの、その代わり値段を抑えた走る専用のグレードとか作ってほしいんですけどね。じゃあ鈴木さん、ぜひお願いします。僕も今回あの車検いらないって言ったんだけど、うん、車検が3年ついてきたんですよ。車検どうしても外せないって言われたんですよ、はいはい、これオプションじゃないんですって。車検はオプションじゃないんですね。車検はオプションじゃないんです。オプションなしでもよかったですよね。わざわざ赤車できたのに、うん、車検ついてるから。まあせっかくついてるから切るかどうかはまた、はい、後々考えます。とりあえず行きましょうか。行きますか。大丈夫ですか。あの多分結構ギリギリ狭いですこれ。はい、勝手10分です。事故るとこで。あらマジで。落ちるもんな。落ちるか。あ、ストップだ、ストップだ。あ、事故る。事故ってます。バック。ああ。危ない。タイヤがめり込んでます。ああ怖っ。もっと最初から行きたいもっと。何を。幅が狭いです。メーカーさん。